ンの伊藤博樹獲得、キム・ミンジェ放出の動き。バイエルンに所属する韓国代表ディフェンダーのキム・ミンジェは、チャンピオンズリーグ敗退のスケープゴートにされ、辛辣な批判を浴びている。そんな中、無冠に終わったバイエルンには、このキム・ミンジェを1年で放出して、シュツットガルトの大躍進に貢献している日本代表ディフェンダーの伊藤博樹を獲得するプランがあるようだ。バイエルンがキム・ミンジェの代わりに日本のセンターバック博樹伊藤の獲得を検討中だ。シュツットガルトのディフェンダーがバイエルンの関心を受けている。内向的な性格だが、スタジアムの中ではヒールになることもできる、ドイツ最大のクラブも注目する伊藤のステップアップ移籍が、他国でも注目されている。日本人関係なく放出されるだろ。次の監督誰か知らんけど、キム・トウパメは取り替えたいだろうな。敗退のスケープゴートにされてる。実際に大戦犯だったのにもう記憶を書き換えた。スケープゴート？ミンジェでも無理なのに伊藤が役に立つわけないだろ。高い移籍金の実績であったの？ミンジェはフィジカルスピードあるし怪我もしない。ただ頭が悪すぎるんよ。最近スピードがないのが痛いと書かれて記事を読んだんだが、まあ一番売れてるサッカーゲームの能力だと、スピードと目安が70なのに対してミンジェは80ある。伊藤は頭いいし、センターもサイドもできるし、最近はフィジカルで潰すことも覚えたから、ドイツ最高ディフェンダーの5本の指に入るよ、板倉より上。伊藤はバイエルンに対して別に憧れもないだろうし、プレミア行きたいだろうし。伊藤はワールドカップの頃からしっかり成長してるのがわかる。板倉より伊藤の方が若いもんな。本当にバイエルンが取るべき日本人は伊藤じゃなくて浅野だけどな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。